はい、皆さんこんにちは。テリオンのゲームのお部屋へようこそいらっしゃいませ。ということで続き始めていきましょう。新三国武装セブンウィズモーショーデンということで、改めましてこんばんは、こんにちは、おはようございます。ゲーム実況者のテリオンと申します。よろしくお願いいたします。動画自体はね4年ぐらい投稿させていただいておりますが、ちょっとですね半年ぐらいはプレイできない時期がございました。病気でね、その症状今もね治ってないんですけど、まあ、それでもちょっとね生きていかなくちゃいけないので、頑張ってやっていこうかと思いますので、皆さん応援の方でよろしくお願いいたします。この動画は2023年のね3月に撮ってるんですけど、動画自体はですね2024年の8月かなに上がる予定になってるので、だいたい1年と5ヶ月ぐらいはですね先の動画を撮ってることになってますが、その時は1万名目指していますという状況になっていれば嬉しいなと思っておりますので、ぜひぜひチャンネル登録して応援してください。Hello everyone, my name is Terion. I am a game live. I posted a lot of videos so far. I have been playing live for about 3 years but I was sick and couldn't play for about half a year. I'm aiming for 1,000 subscribers by the end of the year. I would be grateful if you could support me for the recovery of the illness and for the continuation of the gameplay. Please support me by subscribing to my channel.ということでですね、まあ本日もですね、無双セブン、ウィズモーショーデンやっていきましょうか。このモードはですね、まあ裏モードというかですね、モーショーデンで付け加えられたモードなので、新三国無双セブンのデータにはこのモードは存在していないと思いますね。これはですね、同弱台というですね、なんていうかな、帝を迎え入れるですね、場所をですね、まあ、建設するというミッションがありまして、まあ、その中で、そこをクリアしたらですね訪れるミッションになっているので、これはモーショーデンにしかないミッションだと思います。で、無双シリーズね他にもやろうかなと思ってたんだけど、まだね全然その計画が立ててなくてね、まあ、無双オロチとかね、戦国無双かな、あと戦国無双の5とかもね一応候補にはあるんだけど、まあ無双シリーズ的にはまあそんな感じかな。でまあ基本的にシミュレーションの三国志とかもねまだあのプレイしきっててないので、三国志13ですね、あれ難しいんですよめちゃくちゃね。チュートリアルが全然終わんないからさ、三国志13本編をいきなり始めるというのもありかなというふうに思っております。私のこの動画の視聴者の方は結構やっぱりね、その三国志とか信長の野望とかもそうですけど、そういうのを、ね、見られる方が多くてですね、おそらくですけど、まあシミュレーション系のゲームがね好きな方が結構いらっしゃるのかなという気がしますね。まあなんだろう、年齢層的にはでも結構上の方が見ていらっしゃるのかなって気はしますね、そういう動画に関するしてはね。若いあの視聴者の方とかってなってくると、まあどっちかっていうと、なんだろう、FPS 系とかそっち系に寄ってきたりするのかなというようなね感じはね受けてはいるんですよね。やっぱり年齢がね、上がってくると、まあ、興味を持たれている、なんていうのかな、ゲームの種類が変わってくるっていうのもあるし、まあ、レトロ系のゲームの方がやっぱりそういう方は見てくださるっていう可能性もあったりするんでね。まあ結構難しいところではございますけどね。ただまあその総時間で見ていくとやっぱり若い方の方がね、あのゲーム実況とか見られる時間がね長いかもしれないので、まあ数よりも時間で考えると、最新のね、まあ、フリーのゲームとかですね、あるいはですね最新のいいフットボールとかですね、そういったようなですね、まあウイレの新しいやつですかね、そういったのをまあ、中心にやったりとかね、ガチャですね、ガチャを引きまくるスマホゲームとかね、そういったのをやっていく方がいいのかなっていうようなこともね考えたりはしておりますが、まあでもスマホゲームはちょっとね今できない状況ですので、できないこともないんだけど、いろいろね設定をつなぎ替えないといけないんで、なかなかそこはちょっと難しいかなっていうところですね。で PlayStation 4でね今安定してプレイしてるっていう感じにはなってます。機材の接触量とかがあるんで、ね、あんまり動かしたくないっていうのもね実はあってね、まあ、新しいパソコンになったらね、そういうのも気にせずにできるようになるかなと思うんですけど、今はね、接触量が結構あったりするんで、なかなかできない部分がございます。で、今日もね、収録やっていこうと思ってるんですけど、まあ、収録前にね、ちょこちょこでですね、いろんなね、文章等を読んでたんですけど、全然頭に残ってなくてね、
何やったんだろう自分っていうぐらいに頭に残ってないですね。あのね、マルチタスクでいろいろやってるとね、頭残んないですね。ニュースサイト見たりとかさ、Twitter 見たりとかね、動画を聞きながらやったりとかね、いろいろやってるとね、どれも頭に残ってなくてね、この時間一体何だったんだろうっていうぐらいね、残ってないですね、頭にね。ということでですね、とりあえずじゃあね、進んでいきましょうか。じゃあちょっと準備いたしますね。ほいほい。じゃあね、5軍に入ったところからだったので、とりあえずね、5をね、攻めていきましょうか。5の武将をね、仲間にしていきましょう。ご出陣。ね、毎回毎回ね、あの人がやられちゃうんでね、まあ、防衛ね、防衛の人を基本的に置いた方がいいかなという感じでやっていきましょうか。で、クリアをねしてない地域、一応ねこれ、100% になってないんで、一応これ 100% にしてみましょうか。どういった変化が訪れるかっていうのをね、見ていきたいところがあって、でもクリアになってるのはね、多分そこを収めてるですね、無双武将がね、全部出てきたっていうことだと思うんですよ。だからそこの地域を、一応ね、8割ぐらいまでいけば、全無双武将が出てくるって感じなんじゃないかなと思うんですよね。好きなだけ暴れていいんだってな。そういうのは任せとけ。ちょっと方角間違えちゃったな。あのね、タグマップがちっちゃくて見づらいんですよ。基本ね、画面がちっちゃいんですよ、今モニター画面が。モニター自体は持ってるんですけどね、大きいやつね、そっちに映してプレイしてないんで、ちっちゃいんですよね、画面が。そっちに映してプレイできたらね、配信もね、なんとかできるんだけど、その環境が今整えられてなくて。そうだね、それを頑張って整えるっていうのも手だよね。味方とはぐれたか。配信の環境ね。以上。参りました。おい、乾杯です。俺の力、好きに使ってくだされ。おお、うん、どうか、どうか手示してくだされ。あ、毒球が強いんだよね、この難易度難しいんですけどね。で、よいしょ、 OK。 今ね、すっごい眠気がまた強く出て、疲れがね、溜まってますよ、本当に。目の疲れがね、体の疲れにかなり比例してると思うから、目を使う作業にいっぱいしてると思う。疲れちゃうんですよ、めちゃくちゃね。今はね、本当にその目を使う作業の8、9割ぐらいがね、やっぱり読書とかに費やされてるから、かつね、多分通常の紙だ読書するとそんな疲れないんですよ。だからこういうね、電子書籍でやると思う。しかもパソコンのモニター画面で見てるとすっげえ疲れるんですよ。これはね、Kindle のね、画面だったら、疲れないようにね、設定されてるらしくて、Kindle の端末見ればね、そっちの方がありなんだけど、それがまた使えない状況で、Kindle の端末が。そこら辺の調整をうまくすればね、あ、そう、レンジから仲間になったんだってね、レンジ消去が。あ、本陣、開幕。よし、行くか。さて、武装の世界もね、結構攻めてはいるんですが、なかなかその何回も同じマップを繰り返していかなくても大変ですよね。あ、やっぱりクリアしたらあれだね、武装武将じゃなかったのに出てくるですね。よくわかんないやつが出てきたね。大きな志をお持ちと見える。私の知略が役に立つならお供しましょう。まあ名前も聞いたことがないやつはそれでわざわざね、戦場には出したりしないで。レベルはでも上がったね、121にね。まあ仲間も手に入ったし、誰もお亡くなりにならなかったんで、今回はいい結果になったんじゃないでしょうか。中元ね、
私これで完全に中弦の生成、生成だから、うん、調教。ねえねえ、一緒にお話ししようよ。私、あなたのこともっと知りたいな。うん、どんな食べ物が好き？何のお花が好き？あなたのこと、いっぱい教えて。この小教はさ、年齢何歳についてるか。ある地方を完全に平らかにしたと聞いた。ゆえに、そなたに褒美を取らせる。帝王、一部の地方を完全に制圧しました。帝王をはじめ父の仲間が祝福しています。帝から新たな武器、砲撃を下調されました。何それ、何の武器か分かんないしね、誰の武器かね。どれよ、砲撃ってさ。どれ、すごい武器なのかもしれないけど、そんなあれがあったのかね、えプラスアルファみたいなご褒美が。武器いろいろもらったけどさ、わかんないよ帝さん。短撃ボタン長押し、あ、攻撃力コページプラス5。猛攻撃、方天撃とはちょっと違うやつがあるんだね。わかんないよ。帝さんからもらったアイテムがわかんない。ちょっと気になるな。猛将伝でしかもらえないやつだったらちょっとね、いいアイテムかもしれないもんね。今破壊したよね、大丈夫だね。うん、畑仕事よし、5000でね、悩みがね、ご出陣ですか。悩みがね、まだね解決しなくてですね、まあ膨らんでる状況ではありますよね。金魚もう一回行くか。どこもクリアしてないんだよね、ここ確か。5軍はね、まだね、レベルが上がってきたからね、多少は敵を倒しやすくはなってると思うんだけど。宗教が孫作の嫁さんだったっけ。好きなだけ暴れていいんだってな。孫権の権、そういうのは任せとけ。あ、大、どっちだったっけ、大教が周囲の嫁さんだったっけ。戦意を損、ちょっとそこ分かんなくなったな。でもまあ誰かのお嫁さんなんですよね。五のね、五の国のお嫁さんです。あれ、これは道はないのか、こっちは。ないね。長教大教。我が知略だけでは挽回できぬか。あら。一旦引き、次の策を講じる。早っ。すまぬが、あとは任せた。これ以上は持たぬか。どこよ、こっちからか。これ以上は持たぬか。レンジさんはあの孫権力の権の奥さんですね。から巻き返しましょうぞ。ここは引くしかあるまい。大凶小凶がどっちか分かんないんだよな。だから周囲か、周囲 だと思うんだけど、周囲と孫作だと思うんだけどね、うん、関係上はね。こっち行っても意味ないから、こっちはね、さあ来やがれ、お前なんか一歩ひねりだ。なんかいっぱい来た。参りました、乾杯です。よいしょ、こっちから次に使ってください。オッケー、参りました、よいしょ、俺の力次に使ってください。ほい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 、誰にも止められますまい。あ、目が疲れてるんだけど、ちょっと今の無双がね大変なんですよ。連続してやってっからさ、作業し終わった後ね。よいしょ、そうそう、で昨日結局その、ね、読書をしてですね、またねその新しいですね健康法のね
理論みたいなのを学んだんですよね。それがね、三石岩尾さんという方の本でですね、三石理論というのをね提唱してらっしゃる方で、ただね1990年代の本だったんで、今から言ってしまえば20年ぐらい前の本かな。だから医学的に多分間違ってるなって思うことも結構書いてあって、例えば飽和脂肪酸と不飽和脂肪酸の飽和脂肪酸と不飽和脂肪酸かあの関係のね図式がなんかちょっと変だったりね、世間とは逆のことが書いてあるんですね。不飽和脂肪酸っていうのはさ、いわゆるその魚とかに入ってるやつで、常温で溶けてるやつ、固まらないっていうか、サラサラして、それが確か不飽和脂肪酸なんですけど、それがね、なんか逆に書いてあるんだよね、その本にはね。よいしょ。体にいいのが、だから不飽和脂肪酸があるということは書いてあってるんだけど、飽和脂肪酸の方がね、体にいいみたいなことが書いてあって、どっちが正解なんだろうって感じでしたね。さすがは言って、よいしょよいしょ、ほい、参りました、完璧です、よいしょ、俺の力好きに使ってください。まあでもね、油が体に良くないというのはね、それはまあ嘘らしいですからね。弟子にしてください。大きな志を持ちと見える、私の知略が役に立つなら、よいしょ、音もします。コレステロールがね足りないとですね、細胞膜がうまく作れないんですね。それによってですね、やっぱり眼科的な可能性もあるので、脂肪をねそのめちゃくちゃ避けるというのは良くないことなんですよ。あ、孫権だ、権力の権、やはり最後に出てきたら孫権か、よいしょ、お見それしました。そう、オルソモレキュラー学というのかなとかいう名前の学問に載ってるらしいですよね。分子栄養学っていうらしいんだけど、まあでも極端な話をしてしまえば、タンパク質をね取れば、しかも良質なね、質の高いタンパク質を取りなさいと、かつビタミンを取りなさいと、でかつ私が相手だ、お尊敬勝負してもらおう、スカベンジャーってですね、掃除屋さんですね、体の中のゴミを取ってくれるような栄養素を取りなさいと。ただまあ分子栄養学なんで、まあ、栄養ね、どういう栄養をどれぐらい取るんですかっていうのはね、書いてありますので、まあまだね、そのうまく頭に入ってなくてね、何とも言えない状況なんで。お前の力こそ新しい時代を開くものだ、私もお前と共に、とりあえずね、タンパク質とそのビタミンとスカベンジャーの話はね、やたらと出てきて、ただスカベンジャーの定義がね、いまいち頭に入ってないとね、かなり駆け足で言うんだから、半分寝ながらね、うわーめっちゃやられてるマジか、で、あとコレステロールの合成を抑える薬でね、胆石でできやすくなるとかね、そんな話が書いてあったから。時間をもらえないかしら、手料理をご馳走したいの。あ、レンシさん、あなたにはいつもお世話になっているわ、だからせめて何かお礼がしたくて。うん、さあ絆が上がりましたと、よし、ご命令、そしたらまた行きましょうか。とりあえず今2000やったところだからね、まあ、15分ぐらいしかまあ経ってないでしょ多分ね。無双に関してはね、1クールが短いからね、19分だね、ちょっと喋ったぐらいでそれぐらいだから、まだ全然だね、余裕がある。ただ味方がねやられすぎてるから、味方をめっちゃ失ったな。全員なんとか、あ、聴覚か、ダメだ、この無双武将入れちゃダメだから、あ、学士もダメだね、
相変わりか無双武者ばっかりだ。こんな感じするか。よし、行きましょう。で、剣業まだマックスじゃないのか。五軍どんだけ大変なのよこれ。ねえ、高騰はマジでマックスにならないぞこれ。クリアって出てないもんねどれもね。じゃあもう一回行くか五軍。ギー号職の中で最後まで残ったのは確か5なんだよね。結構抵抗した方だね5はね。三国志とか好きなだけ暴れていいんだってな。まあ強かったのは聞いたけどね。素晴らしい。よいしょ。中華大陸は北側は小麦の文化で南側は米の文化らしいから、なんかねそういう記事も読んで、なんかねコンビニかな、日本のコンビニがね、あの中国にやっぱりこう進出してるらしいんだけど、なかなかねそのシェアが取れないというようなことが、ね、記事になったかな。なんとも勇ましい戦ぶり。なんかね、ローカルのねコンビニがすごい強いらしくて、ガソリンスタンドについてるねコンビニとかが、ね、強いらしいんですよ。給油しながらね、なんか物が買えるみたいな、ただそのビジネスモデルがね EV 車がね、メイン、電気自動車がメインになってくると、ガソリンスタンドそのものがね使えなくなるからそこのコンビニ事業もね変わりざるを得なくなるでしょうみたいなね、そんな話が聞くんだけど、結構ねいろんなねローカルのサービスがねいっぱいあるらしくて、だから都市部ではねその日本のねローソンとかファミマとかセブンイレブンとかの業務体系でうまく回るらしいんだけど、やっぱねローカルの田舎の方に行くとねそれでは通用しないらしくて、ローカルルールみたいなのがね結構いろいろあるらしいんですよ。そこの便利さというかそこの部分に食い込んでいかないと地方にそのコンビニを設置することは難しいんじゃないかみたいなのが書いてあるから、うわいってこの怒号がちょっとね鬱陶しいんだよな。うおちょっとね指示出していこうかな。一緒に出ていくとね、一緒に行かないとね狙っちゃうかもしれないからね。うわあ、刀剣、刀剣の確かあれだったよね、曹操のお父さん。違う曹操のお父さんを葬ったとされてる人だったんですか。あなたのような方を探していたのです。刀剣に本当は曹操がですね巨匠かなんかでその上昇になった時に、なんかまあ上昇という役職についた時に自分の父さんを本部から呼び寄せようとしたとしたの、それで刀剣かなんかが大将を務めてるところだったから、そこにまあね呼び寄せるために使者を使い出して、曹操の使者が最初に来たんだけど防衛がね、それを、まあ、刀剣の方の護衛に変わってしまって、でその護衛がなんか黄金刀のかなんかの生き残りかなんかだったらしくて、でねなんかその逆に盗みを働いて刀剣を、あそうそのお父さんをね殺しちゃったって、ね、でそれにぶち切れた曹操が刀剣を収めてる地方を出大事にするって言って、もう犬とかそういったものもね生物を全部あ大凶だ全部ね殺戮していったんですよ。そういう話だったんですけど、手があったんだけどね、実はそんな話だったよね。よし大凶撃破。お強いんですね。私も連れて行ってもらえますか。よし、さてさてさて、五軍のボスは大凶だったか。
統計がやられただけか、今回はね。地方領主って感じかな、刀剣さんは。うん、あ、大凶捜査から呼ばれている。お前こんな顔だったっけ。うん、どういう意味だよ。なんだ、綺麗になっただけか。じゃあしょうがねえな。あ、絆最大になったって。孫作なんかいいこと言ってくれるな。なんだ、綺麗になっただけか。じゃあしょうがねえじゃんって。ねちょっと頭がやっぱ今日も回ってないな全然。孫作仲間になったから、あとは孫権行きましょうか。ご命令を。なんだかんだでね、最近その本とか読んでんだけど、なんか全然頭に入らなくて、困ってるんですよね。英語の勉強がね、その読書の方に費やしちゃってると、日本語の方のね、読書にね、時間使っちゃってね、英語がちょっとできてないんだよね、最近全然。英語のね、記事とか読む方が時間かかるからね、どうしてもね。だからそっちでね、どうしてもちょっと英語の方がね、勉強できてない状況になったかな。さて行こう。ゴブに関して 100% にならないと無双武将出てこない感じだったね、最後ね。この戦い負けられるぞ。よいしょ、そよいしょ、おい、ひとひねりだ。いいね、これ三角攻撃を連続打った方がいいね。フィニッシュブローが強力だから。四角ばっかり押してたらちょっとやられちゃう、巻き込みにくいところがあるね。ここはもう私のだから。さて、遊撃隊長たちがいいが、あ、みんな遊撃隊長か。あ、じゃあ倒しとくか。その勢い、誰にも止められますまい。その味方がやられる可能性もあるし。その勢い、誰にも止められますまい。オッケー。私の気力、あなたの元でなら行かせるよ。よいしょ。共に言うこと、お許しあれ。オッケー。参りました。乾杯です。そしたらこっちに来て。使ってくだされ。あ、南側にもいっぱいいるな。山がボスの方に向かっていくか。加えてください。素晴らしいご活躍、お見事です。こっちがだから登れないんだよね。その勢い、誰にも止められますまい。こう回っていくしかないよね。さあ、拠点兵長やっちゃいなよ。よいしょ、よいしょ。ドラクエのさ、3のリメイクとか12の情報もね、多分出てるでしょうね。2024年なんでね、今ね。よいしょ、よいしょ。なんかね、スクエニさんでさ、スクエアのね、悪い評価結構聞くんですよね。なんかね、こんなゲームばっかり出すようになっちゃって、こういう状態が出てくるんだけど、スクエアさんはね。ではスクエニさんのエニックスの方はね、まあ、ドラクエのシリーズはね、クオリティが高いからさ、まあ、あんまりそのエニックス側でなんかこれはダメみたいなのあんま聞かないわけですから。まあ一貫してキャラクターとかはね、同じキャラクター使ってるからね、評価が弟子にしてくださ い, い私の知力、あなたの元でなら行かせよう。共に行くと、まあ、スケさん設定においてはさ、新しいものにチャレンジし続けてるってところあるかもね、キャラクターとかもね。この俺が相手だ。あ、でもファイナルファンタジーキャラクターを使ってるっていうことが多いから、リメイクとかリマスターとかのあれが事業がね、なんかうまくいってるのかな、知らないが。
なんかやっぱユーザーがちょっとそうリメイクリマスター付加価値を求めちゃうっていうのもあったりとか、あとやっぱ過去のやつの方がね良かったっていうね評価がついちゃう可能性があるから、そこでうまくいってないとゲームもやっぱあるよね、リメイクリマスターに関しては。まあ、ファイナルファンタジーのその7のリメイクか、あれがだからねどういった評価を受けるかだよね。2023年の冬には出てると思うから、24年の冬でどうなってるかだよね、評価がね。24年の冬にも多分出てるんじゃないかな。3部作で終わりついたから、まあ1年に1本ぐらい出すでしょう。それが2年に1本とかかもしれないけど、2025年とか出すかもね、次のやつはね。ここ空いてないんだよな、ここに拠点兵地まだ残ってるよ、空いてな、大事倒すか。よしよっしゃ、これで高尊さんか主殿か、以上。ここは私が出るしかなさそう。ほいっ、いざ参るぞ。ほいっ、ほいっ、おぬが非力を思い知らされた。よいしょ、お前のもとで鍛錬を強くしよう。よいしょ、この守備砲がお前を灰にしてやる。よいしょ、何したいとか知らないけどさ、顔だけはなんか知ってんだよ、知ってんね。よし、ほいっ、オッケー。冷や水を浴びせられた気分だ。お前の元で修行し直させてくれ。うん、いいよ。こんだけたくさん人が増えるとさ、食料の確保も難しくなってるからさね。お、今回誰もやられなかったね。あ、 99% 止まりか。あと 1% どこだ、どこで手に入るんだ。さあ、修繕、消去から呼ばれております。あなたすっごいんだね、ちょっとびっくりしちゃった。よし、あたしも負けてらんない、お友達だもん、同じくらい頑張らないと。消去ちゃんの発想は小学生みたいな発想だからさ。ごめん。まあでも実際、お、無双方天戟必要な手に入ったね。実際でも年齢的にはそれぐらいの可能性もないとも限らんからね。56、第二武器の方がちょっと強いな、攻撃力的にはね。火炎がついてるから選んだのかな。今回手に入ったのはこれか、旋風か。微妙だね、あれがあんまりついてないね、補正がね。よし、畑仕事。うん、さてそしたら次 100% にしてもいいんだけど、ご出陣ゴブのね、次のエリアにちょっと足運んでみようか。新しい無双武将もね、手に入れたいっていうところもあるし。慶州南か、ここ行くとでもあれだよね、ショックだと思うから、多分エリア的には5エリア全部5エリアみたいなことを言ってたから、これで全部なんじゃないかな。ここ全部制していかなくちゃいけないと。慶州南、ここだったらどんなのが出てくるんだろう。あれかな、南蛮、南蛮はでも違うか、竹友とかね、猛角とか出てくるかなと思ったけど。あ、孫昌光さんか。あ、昌光さんね、長江さんでもあのゴールとか出るんじゃないかな。この戦い負けられるぞ。狙いは定まった。敵の足場を崩し戦意を損。これきついな。どうやって行くの向こうまで。全くわからんわ。わわわわわわわ。お。このマップ行くの結構遠いぞ。遊撃隊として遠回りしていってね、急に現れて敵を倒すっていうね、そういう作戦でだったらいいと思うけど、
全然敵のとこたどり着けんやん、これ。これ以上は持たぬか。味方がやられちゃうよ、先に。ここは引くしかあるまい。あらあっさりやれちゃったな。ごめんな、マットを下ってちょっとそこまでたどり着けなかったわ。よし、ほい。これ馬乗ってたら消防浴びてもあんまり倒れないな。消防浴びても馬あるかもね。ああ、取ってるか。そう、うまく、そうはうまくできてないか。いって、おい、立ち上がって。負けたというのか。うわ、お前の人柄に惚れたらしい。一気に来るな。行けよ、ほい。ダム、そう、よいしょ。こんだけまとめで倒していってもさ、まだわらわらって出てくるんだよね。これはきついよね。よいしょ。どうか、どうか弟子にしてください。おいと、大きな志をお持ちと見える。私の知略が役に立つならお供しましょう。大きな志をお持ちと見える、うん、私の知略が役に立つならお供しましょう。よいしょ。これほどの腕前とは。よし、兵長、お見それしました。兵長倒そう。我が力、いかようにもお使いくだされ。よいしょ。で、防衛線突破しました。で、本陣回も、本陣とか最初はそうか、よく分かんないという時になったんですよ。よし、はい。さあ、ウルフ隊長を倒しつつ、どいつだ、こいつか。よいしょ、よいしょ。これほどの苦労を持ちとは。あ、まだか。どうか弟子にしてくだされ。オッケー、ふう、勝利勝利。おお、これほどの武を持ちとは。あ、その闘技場みたいなとこに来ちゃったね。どうか弟子にしてくだされ。いや、いかんね、ちょっとね、寝不足もあるし疲れが溜まってんのか、なかなかちょっと言葉が、うわー、めっちゃやられてる。まあ、たどり着くまで時間かかったからね。いや、安定しないな、味方のね。この間は来てくれてありがとう。あなたと過ごす時間とても楽しかったわ。よかったらあなたの好物を教えてくれる？また料理を食べに来てほしいの。え、肉かな。ちえちゃんじゃんね、里中ちえちゃんだよ。おめれ。お、連撃の足は鉄砲だって。里中千恵ちゃんというのはね、ペルソナ4というゲームに出てくるですね、キャラクターなんですけど、とりあえず肉を食べると、肉肉肉っつってね、ビフテキばっかり食うんですよね、肉丼とかね。ね、だいぶやられちゃったな。まあちょっといろいろ言っていこうか。まあ防御のやつが欲しいけどね。防衛、よし、行きましょう。効果一気に 57% までやってたか。もう一回いくか。次で 70% ぐらいになるでしょ。ここもしかして無双武将あんま出てこないかもね。五軍の方がいっぱい出てくるのかもしれない、もしかすると。うわー、なんだこりゃ。よし、この戦い負けられるぞ。志をお持ちで負けられんわ。確かに私の知略が役に立つならお供しましょう。くそ、よいしょ。なるほど、天命はあなたにある。そうと分かれば我が力。敵の数が多すぎるんですよ。おお、なんとも勇ましき戦ぶり。お見事、見せつけてくれますな。どっちか行ったらいいね。こっちからか。お見事、
と見せつけてくれますな。どうやって行けばいいかな。こっちから行くか。これあれじゃないか、リュービーが逃げてたことか。よいしょ、ラバー上からの攻撃あんま当たんないんだよ、ラバー上からの攻撃。大きな志をお持ちと見える。よし、私の知略が役に立つなら音もします。おい、オッケー。すごい、我が知略試させてもらおうか。オッケー。うわ、おい、オッケー。あなたのような方を探しています。どうか私を以上。いや、多いな敵の数が。ほんと頭全然働いてないし。よいしょ、この技使ってやっと反応消えてるぐらいか。くっそ、全然こいつすごいな、ガードが。よいしょ、まだか。よいしょ、せい。あ、孫権、マジでこんなところに孫権来てた。どうか、どうか弟子にしてください。宗長、よし、孫権さんはどこだ。拠点兵長がいて、これほどの腕前とは見逸れしました。我が力いかようにもお使いくだされ。怒号が一番強えわ。ここはもう私。よいしょ、やっぱね、コンテンツもね、なんかね、オーディブルっていうのがあるでしょ、あれで聞くっていうのもありかな。本をね、最近ちょっと悩んでるんですよ。一回ね、お試しみたいなのしたことあるんだけど、あんまりね、それどうか、どうか弟子にしてください。10時間ぐらいかかったやつなんですよ、一冊の本読むの。そんなにもね、一冊の本に時間かけられないからさ。ってことでさ、まあ、倍速もできるんだけどね。それで、オーディブルはね、やめようっていうふうにしたんだけど、オーディブルに関してはね、小説やってもあんまり意味がないから。あ、でもどうかな、昔の小説とかだといいのかもね。全部のあれに対応してるわけないから、今回のオーディブルに関しては。メジャーどころは対応してるけど、それこそサピエンス電子とかになろうものなら、何十時間かかるだろうな。面白い狩りができそう。30時間かかるだろうな。まあ、リアルで読んでもかなり時間かかると思いますけどね、あれはね。中田敦彦さんとかもだいぶ苦戦したって言ってましたもんね。さあ、あと1ゲームぐらいにしとこっかな、やるのね。303人か、ようやく、なんだろう、3分の1ぐらいかな。いや、3割強ぐらいか。仲間ね。お前とは一度2人で話したいと思っていた。こうして機会を得られて感謝している。共に新しい時代を目指さないか。お前とならたどり着けると信じている。共に新しい時代を目指そうと言ってくる人が多すぎてさ、逆にさ、なんていうの、争いが増えてしまうような気がするんだけど。孫権、大層な賑わいだな。共に力を合わせこの繁栄を守っていこう。お前後から来たくせに偉そうなんだよ。よし、あ、長領だ。子供は皆私の顔を見るなり泣きわめく。叱りも脅しもしていないのだが。こういうね、昔の人のね、なんていうの、伝説とか逸話とかね、聞くと面白いよね、多分ね。一人防衛。よし、さて、慶州南に、あ、石壁開花。
ちょっと香料だけ取りに行こうか、ゴーグンね。それで終わりにしよう、今日はね。新しいところで新しい武将もね、仲間にしたいけど。あの 99% だから、まあ武装武将も出てこないでしょう。あ、出てくるか、クリアになってないから。よし、よし、行こうか。この戦い、負けられるぞ。ほいっと。よいしょ。武器を取らないのはね、ここら辺に行ってくる武器はね、そんな強い武器じゃないから、この宝は取ってもしょうがないんですよね。よし、走らせい。売る方がね、時間がかかっちゃうから、なるべく宝は取らずに行きましょう。で、その赤色に出てなってるような強い武器っていうのは、もうマップ攻略さなくとかさ、ね、あの派遣先で拾ってくるようなものしか出てこないと思うから、マップではねほぼ取れないかな。あと武器屋で買うかね。よし、ほい。吉川英治さんの三国志のやり方っていうのもあるよね。三国志だとね、北方健三さんか吉方英治さんか吉川英治さんか、うん、芥川龍之介のね伝承みたいなのを、ね、持ってるんだけどさ、あの芥川さん旧字体で書いてあるからさ、さっぱり読めないんだよね。まあそのなんていうの、俳句みたいなのがあってさ、全部みたいな俳句はちょっとわかんないけど、そっちはね、まあ、旧字体で書いてあってもまあいいんですよ、意味わかんないけど、うん、それがその当時のね雰囲気を味わえるっていうのはいいんだけど、小説みたいな文章も全部旧字体で書いてあってね、ちょっとね芥川龍之介読めねえなって感じになっちゃって、でも芥川龍之介さんの文章綺麗だからさ、読みたいなっていうのはあるんだけどね。太宰治さんはね昭和の文豪なんで、昭和の文豪は読めるね、まだね時代的に。明治はね、たった一人で残ること、我が知略の餌食になりたいらしい。よいしょ。はい。あ、人馬一体のスキルがあったっけ。どの像を持つか。どうか、どうか弟子にしてくだされ。はい。よいしょ。行って。わっ。そう、めっちゃやってるやん。よいしょ。この三条ちゃんはね打ち上げの武装しかないからさ、あんまりその使えないんだよね、武装としての技が。あの回転したりするような技の武装の人だったらすごい広範囲で巻き込めるけど、1体しか多分巻き込めないでしょ、これだと。あなたのような方を探して。あ、提言だ。どうか私を共に加えてください。提言だとか言ったけど、あれ、あの人じゃなかったっけ、よいしょ。あ、それは提言じゃないか。なんだったっけ、電子さんじゃなくて、呂布をたぶらかした長生の、よいしょ、長生のうちお父さん、平原じゃなかったか、あれ何だったっけな、玉璽をね一応手に入れたんだけど、その後殺されちゃってっていう人だったよね、確かに。ここの拠点位置を倒さなきゃいけないのか、遊撃隊長しかないぞ。よし、突破。こいつがボスか。あ、リクソンか。戦は知略でするものぞ。おいしい。大きな志を持つ。どの武将は多そうだな。私の知略が役に立つならお供しましょう。よいしょ。リクソン。リク発見がお相手します。よいしょ。リクソン。よし、これほどの力をお持ちとは、あなたになら私の知略を託せそうですね。リク
生のことを軽んじてしまってカーがやられちゃうんだよね。よし、さあレベル上がった。誰もやられていない。今回はちょっと大成功だったんじゃないでしょうか。877か。体力だけは上がったな。はい、リクソンから呼ばれている。あなたの信頼が私を後押ししてくれます。どんな困難もあなたを思えば。あれ、リクソンって。いえ、これ以上はよしましょう。今の関係を壊したくないですから。あら、護衛部署に入れてないのになぜかリクソンとの絆が高まったね。マグなんじゃないかこれはね。消去はもうすぐマックスになりそうだね。よし、そしたらね、今回はこれ終わりにしましょうか。よいしょ。着々と探索も進んでおりますし、できることはね、しっかりやってるって感じですね。超円欧宿、パイロニットが出てきたね。よし、そしたら今回はここで終了にしましょうか。ちょっとね、あんまり喋りが今回できなくて申し訳ないですが、すっげー疲れてるんですよね。よくないね、この疲れ方ね。はい、ということでですね、ここの数日疲れがひどいということでですね、大変な思いをしておりますが、しっかり体調整えていきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。それではまた次の動画でお会いしましょう。またね、バイバイ。